皆さんこんにちは、今回ですね、僕がこの新しい Mavic Air 2を初めて操縦するということで、まあ、僕も今までいろんな機体動かしてはいますけども、まあ、この機体は初めてなので、操作方法をですね、チュートリアルで学んでいきたいなというふうに思います。それでは高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではまずあの平らなところですね、はい、離着陸に突起したところに置いてください、はい、でこちらが、送信機になります、はい、で、まあ、上田選手はあのドローンに関しては操縦は慣れてらっしゃるんですけれど、まあ、あの結構重要なことがチュートリアルにも書かれてたりしますので、まあ、あえて最初は、チュートリアルを使って、離陸をしてみたいと思います、はい、で、チュートリアルの場所なんですけれど、画面の右上です、はい、そこを押していただいて、制御ですね、はい、の一番下のあたり、あ、開いてましたね、はい、チュートリアル、はい、でチュートリアルと、はい、フライト前のチェックを開始ということで始めます。前に安全確認をしてください。はい、プロペラの確認ですね、まずですね、全プロペラの状態がいいか、またプロペラが正しく取り付けられているか確認してくださいということです。プロペラの確認なんですけれど、まあ、チュートリアルに書かれております通りですね、はい、はい、ですね、2種類プロペラがあります。あのここの軸の真ん中に、白い丸がついているもの と、ついていないものですね、うんうんうん、これとこれは白、これとこれは黒です、はい、で一方でモーターにも同様に、ここですね、 白いマークがあるものとないもの、ないものというのがあります。でそれぞれあの回転方向が違うんですね。時計回りと反時計回りがあります。で、まず確認しなプロペラがちゃんとつけられているか確認しなければいけないというのは大きく分けて2つありまして、まずは、プロペラがしっかりと取り付けられているかどうかということ、それともう一つは、取り付ける場所を間違っていないかですね、はい、あの回転方向違うモーターにつけてしまいますとあの大変危険ですので、まあ、横転しちゃったりとか、はい、その通りです。事故につながるということですね、はい、ですので、白いマーカーがあるものには白いプロペラをつけるというふうに行いましょう。わかりました。しっかりはめるという感じですね。そうですね、はい、押し込んで、押し込んではめる。待ってください。押し込んでこっちか。 OK、 黒押し込んではめる。はめる方向も逆だな。よし、で従来 の、 あの Mavic Air はあのこうつけるモーター間違っているとつかなかったんですけれども、ね、Mavic Air 2からはあの違うやつでもあの一応つけられてしまうので、まあ、ここの取り付けに関しては、まあ、ちゃんと自分で気をつけないといけないですね。そうですね、しっかりと確認が必要です、はいはい、ということでしっかりつきました、はい、OK です。続いてジンバルプロテクターが外されていることを確認してください、はい、はい、ちゃんと外れてますね、はい、で続いて機体の後方がこちらを向いた状態で設置してください、はい、というのはあれですよね、多分飛ばした時に方向感覚がおかしくなるということですよね。そうですね、まあ、不慣れですとやはりあのどっちが前かわからなくなっちゃったりしますので、まあ、初めての時はあのご自身にしっかりとこうお尻を向けた方向の方が、はい、今こっちお尻なんで僕こっち立ちますね、はい、その方がいいと思います。続いて送信機の確認、送信機のアンテナを展開し機体に対する送信機とアンテナの位置を調整してください、はい、ということは、まあ、従来のものはあのアンテナをこう手で立ててたんですけれど、ね、Mavic Air 2の方はですね、あのそういった、作業が不要になりました。ここの中に、アンテナが入っています、まあ、ただですね、あの電波の飛ぶ方向というのは相変わらずあのある程度ありますので、まあ、このイラストを見ていただくと分かるんですけれど、じゃあこの、はい、この場所をちゃんと送信、はい、機体に向けるってことはないってことですね、はい、面を向けるような感じで飛ばしましょうというのがここで示されております。はい、それではチュートリアルを開始します。まずハードウェアステータスですね、この上のところが機体のバッテリーとか送信記号とか GPS 記号が表示されていると。はい、次へ、でこう左下が飛行情報が書かれています。お、前方後方障害警告、まあ、障害物が検知された場合この赤く画面が光るんですね。はい、続いて撮影モード、この右端が、いろいろ撮影開始ボタンだとかクイックショットの項目になっていると。続いて安全確認ですね。はい、機体の自動確認の結果を確認する、表示する。でここで、自動チェックの結果ということで、あのエラーが出てるとですね、ここに赤字になったと思うんですけれど、うん、明らかにこうちょっとここダメですよ、問題ありますよみたいな教えてくれるようになってます。あ、
何でしたっけ、この360度回したりとかするやつ、コンパスとかですね、はい、コンパスの、そうですね、コンパス構成とかが出たりするっていうことですよね、はいはい、IMU が激しく狂っているとかですね、はいはい、明らかにちょっと危ないっていう時には警告が出ますので、まあ、ここで離陸前に見てくださいねということになってます、はい、大丈夫そうですね、はいはい、続いて安全確認を終えました。操作スティック、ここからいよいよ、はい、離陸させていきます。まずはワンタップで離陸ウィンドウ長押しで離陸させます。障害物、僕たちが障害物になってますね。はい、まずは上昇させます。もうちょいかな、はい、今度は下降ですね、はい、旋回、旋回、前方、左、右、でここリターントゥーホームの画面が出るらしいんですけど、はい、まあ、こういったあのなんていうんでしょうね、リターントゥーホームにもあのいろいろ挙動がありますので、まあ、そこはあのテキストを読んでいただいて、はい、障害物を回避しての、はいですね、はい、着陸もできると、はい、で今はこのまま続行す現在地に着陸してしまうので、はい、今ちょっと岩場が多いので、はい、続行ではなく、ではなく、まずはバック、バックして、これそっちの方がいいですかね。そうですね、あそこどうしましょうか、うん、はい、着陸はあのちょっと難しいので、はい、広いですね、はい、あの土のところとかでも構いません。はい、着陸させます。着陸 OK、 はい、はい、チュートリアル完了おめでとうございます。飛行をお楽しみくださいということです。はい、これでチュートリアルは以上となります。ということで、まあ、あのこのチュートリアルをこなせばですね、もうあの操縦、まあ、安全確認からあの操作方法のところまでですね、もう最低限のところは一通り覚えられるので、うんうん、まあ、これはあの非常に便利なあの、まあ、有用な機能ですので、あの皆さんに使っていただきたいなと思います。そうですね、はい、まあ、本当にこれちゃんと見ないとなぜ飛ばないのかっていうのも分かんないですので、コンパス構成しなきゃいけないとか、はい、重要だと思いますので、はい、まずはこの、ね、チュートリアルところを、最初にやってから飛ばしてみてください。